ドクター鈴木のいかがお過ごしですか。今日もトーランスにあります鈴木クリニックにお邪魔して鈴木先生にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。4月に入りましたが、この時期花粉という話もちらほら聞こえてきますが、はい、はい、そうですね、結構流行してますよね。花粉だとやっぱり鼻水が出てくしゃみがっていうイメージがあるんですが、症状的にはそんな感じですか。そうですね、くしゃみ鼻水大変多いですが、その他にやっぱり目がかゆいですとか充血してたりですとか、人によってはこう湿疹が出たりですとか、例えばアレルギーとは喘息っていうのは結構つながってますので、喘息をお持ちの方はこの時期ちょっと出やすい状況になってますよね。以前にアレルギーのお話伺った時に、はい、スギ花粉、はい、ブタクサ、はい、そしてジャカランダ、いろいろ人によって違うっていうお話がありましたが、はい、アレルギーなのかね、はい、その鼻炎なのかね、はい、風邪なのかちょっとわからないっていうこともあると思うんですよ。そうですね、区別はつきにくいと思います、うん、もちろんアレルギーですと何しろ目がかゆい、くしゃみが出て鼻水って言って典型ですが、似たような感じでも例えばウイルスですよね、普通の風邪でも、ね、鼻水、ね、出ますよね、うん、喉が痛かったりとか、ね、鼻水出たり、はい、まあ、多少ちょっと熱っぽくもなりますし、まあ、アレルギーでもちょっと多少、ね、熱っぽくなりますし、うん、あとは例えばラーメンを食べた時ですとか、うん、そうしますと熱くなってこう鼻水が出たりとかしますよね、はい、そういった温度の違いでも鼻水が出たりとかすることがありますので、うん、そういったこう区別、ね、難しいこともありますよね、うん。悲しいこととか嬉しいことがあって、はい、泣くと鼻水出ますけど、あれはどうなんでしょう、はい、うん、あれはやはり目の涙腺の管がありまして、涙が出ると涙がまあ目に溜まるんですが、そこからこう出ていく出口が内側に上と下と2つあるんですね、うん、それでそこから鼻の方に流れ出ていく線があるんで、なのでそれがこう流れていって涙すると、だから鼻水もちょっと出ると、じゃあ本当は涙だったのに鼻から出ることによってちょっと汚いって生まれるってかわいそうですね。そうですね、同じ家なのに目から出て美しいのと鼻からだとちょっとっていう、ねえ、ねえ、はい、ああそうなんですね、はい、いやでもその区別がつきづらい場合にやっぱり病院に来て先生に見てもらうっていう、はい、そうですね、例えばウイルスの場合でしたらお薬とか違いますし、やはりアレルギーでしたらその、ね、アレルギー用のお薬、抗ヒスタミン剤ですとか鼻のスプレーですとか、ちょっと対象が違ってくることもありますのでね、はい、自己判断しないでちょっと相談していただいて、うん、あとアレルギーは人によっていろんな反応する人としない人といますので、例えば日本ですごい花粉症だったのでこちらに来られてすっかり良くなられる方もういたり、その反対もいらっしゃいますのでね、はい、なので、まあ、アレルギー、まあ、テストする方法もありますが、一番確かと言われているのがパッチテストっていって、皮膚にこうつっついてですよね、はい、例えばでブタクサに反応するかとか、食べ物とか花粉とかのテストする方法がアレルギーの先生って方がいらっしゃるので、毎年この時期にですとか、なんかちょっとこうありそうだということでしたら、やはり何にアレルギーかは、まあ、知っておいた方が今後のための予防にもなりますよね。そうですね、はい、あそこには近づくなとか分かりますもんね。そうですね確かに、はい、このシーズンね本当大変な方、はい、一度ねちゃんと診察受けられたらどうかと、はい、ね、そうですね、うん、一度診察受けてみてくださいはい、分かりました。先生今週もありがとうございました。ありがとうございました。ドクター鈴木のいかがお過ごしですか。この時間は鈴木クリニックの提供でお送りいたしました。